はいどうも、ゼゾチンです。本日はですね、こちらですね、バウアーファインドさんから出ている、ボール&ラケット。こちらの、インソールの紹介とレビューをしていきたいと思います。まあ、既製品のインソールの中で、まあ、定価が1万1000円ぐらいだったかな、するので、まあ、正直かなり高いインソールだと思います。ただ、1万1000円だけあって、このインソールがおそらく既製品の中で、スポーツ用の中で、まあ、かなりトップレベルかな、というふうに個人的には思ってますので、価格を除けばね、まあ、早速ね、使用した感想とかをね、紹介できたらいいかなと思います。バウアーファインドさんのこのボール&ラケットのこのインソールなんですけども、特徴的なのがこれですよね。この立体的な、このポコポコっと出たやつ。はい。で、後ろ側のこのね、X のサポート。他にもね、いろいろあるんですけど、これはね、インソール、詳しいというか、ある程度知ってる方だったら、まあ、なんとなくわかると思います。結構ね、既製品の中ではいいと思います。まあ、この辺ね、ノートに書いてあるんで、ちょっと説明はしないですけど、ここがね、まあ、すごくね、いいサポートを出してたりとか、あとは、あれですね、メタサーサーバットとか、こっちが薄くて、こっち側厚いとか、っていう感じで、まあ、しっかりとね、重心の移動、流れに、しっかりと乗せれるような感じに、仕上がってますし、それで言ってね、内外へのぐらつきっていうのも抑えてくれるような、で、しかも抑えるっていうのがサポートっていうよりかは、まあ、自分の筋肉を、まあ、活性化させて、使わせてあげることで、左右へのぐらつきを抑えるといったようなものになってますので、ギプスみたいなイメージではないんですね。自分の足の筋力を使えてないところを使わせながら、まあ、正しく誘導していくっていうところで、まあ、使うことでね、使い続けることでトレーニングにもなるし、まあ、正しい足の運び方っていうのを、まあ、比較的ね、実現しやすくするような。そういったインソールになっております。で、実際使用した感想なんですけども、まあ、安定感ってところですかね、一番は。一番動きがスムーズです。これが。既製品の中では。まあ、骨格へのね、サポートっていう点では、バネインソールさんとかも、まあ、かなり近いものがあるかなと思うんですけども、まあ、価格がね、やっぱ違うので、まあ、この1万1000円の既製品、高いですけど、高いだけあって、バランス感というか、そういったところに関しては、まあ、ピカイチですね。表面とかはね、特にスウェード目とかはついてないので、まあ、この辺はね、スウェード目がついてるのがいいよっていう方は、ちょっとね、不満かもしれないですけども、個人的にはね、別にこれぐらいでも、まあ、靴下の方の、スウェード目で多少調整すれば全然問題ないですし、まあ、あとはスパイクのフィット感、スパイクがしっかりとね、フィットしてれば、そんなに大きく問題になることはなかったので、まあ、このね、使ってみた感じ、このバランス感、安定感ってところは、ぜひね、体感していただけたらいいかなと思います。で、スパイクとのフィット、フィッティングってとこなんですけども、そこに関してもね、そんなに大きく変えないです。結構ね、ここの出っ張ってるのが、なんか違和感あるかなとか、あるかもしれないですけど、まあ、ここに関してはね、そんなに強い違和感とか、靴がね、きつくなりすぎちゃうとか、そんなことは全然なかったので、なんなら前から全然薄くて、しっかりと、いつも通り、フィッティングよく履けますし、かかともね、別に分厚くなくて、全然普通に履けたので、ね、靴とのね、マッチングってとこに関しても、まあ、問題ないと思いますし、まあ、正直ね、よくできてると思います、既製品の中では。で、まあ、こちら側として、まあ、正直おすすめしやすい製品であるってところも、まあ、正直ポイントですかね。っていうのは、その、内に足が入っちゃう人も、外にこう入っちゃう人も、どっちに対してもね、しっかりとしたサポートが受けれるようなインソール。基本的に多くのインソールがね、まあ、内だけ支えますよっていうのが多かったり、しちゃう。まあ、これはね、まだいいんですけど、外だけ支えますよっていうのが一番怖くて、でも足はね、内側に倒れやすいちょっと形とか形状になってますので、まあ、それはちょっと結構、外だけ支えますよっていうのはかなり怖い。簡単にポンってやっちゃうと怖いんですけど、だから内だけ支えますよっていうインソールが多いんですけど、まあ、これはね、両側ちゃんとサポートできますよっていうようなインソールになってますので、本当にね、既製品の中では、なんで比較的合いやすくて、比較的こう人を選ばないような作り、構造になってますので、で、実際使ってみてね、本当に違和感なく、まあ、安心してプレイできるっていうところもすごく良かった。で、肉厚すぎないので、本当にクッションふわふわで、なんか不安定で使いにくいよとか、そんなわけじゃなく、こう、もちっとしたクッション感。反発性とまではちょっとね、いかないですけど、すぐ返してくれるような、そんな感じのクッション感で、まあ、使い勝手よくできてましたので、まあ、もしね、インソール、まあ、今まで既製品のインソール、まあ、いくつか試してみたよと。まあ、例えば、シダスとか、バネとか、BMZ とか、スーパーフィートとか、まあ、サッカーとかね、ラグビーとかでよく使われるようなインソール試してみたんだけど、まあ、なんかいまいちしっくり来ねえなというような方。ただオーダーメイドでね、2万円も出すのはちょっとなーっていう方は、まあ一度ね、こういったバウアーファインドさんのインソール試してみてはいかがでしょうか。というわけで本日はバウアーファインドさんから出ているボール&ラケットインソール。こちらの紹介、レビューになりました。本当にね、価格が高いってところを除くと、かなり、
まあ、人を選ばず進めやすいインソールになっている。それでいて強制効果というか、まあ、効果が高い、インソールかなと、まあ、設計上ね、思いますので、まあ、ぜひね、まあ、できたらこれはね、毎日使っていただいてもいいかなってぐらいのインソールになってますので、ご興味ある方はね、試してみてはいかがでしょうか。それではバウアーファインド、ボール&ラケットの紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。